どうも、尾花ゼミナール塾長の尾花と申します。皆さんはですね、再生の速度を 1.5 倍ぐらいにしてもらってさらっと見ていただければと思います。今回はですね、たけるくんと夏川天心くんのですね、世紀の一戦についてですね、若干素人ながらおしゃべりさせていただけたらと思います。両選手はお疲れ様でございました。生で見てたんですけどね、本当になんかこう、でも今後はああいうことをしない方がいいのかなと、個人的には、思いました。で、たける君と天心君のやつは過去の動画で上げてると思うんですけど、ちょっとね、見直したりしないのであまり何喋ってたか忘れてるんですけど、天心たける君に勝ってほしいけど、結果は天心君が勝つであろうということを批評させていただいたという記憶が若干ありますけど、多分そうなんじゃないかなと思います。で、たける君のベスト体重というのが60キロなわけでして、で60キロでもおそらく体脂肪率が 10% 未満という形なので、それぐらいの、方がですね、体重を落とすっていうことは本当にものすごく大変な苦労なんです。ですから、そのでこれで今日の収録日がね、6月の20日なので、世紀の決戦から1日経ったぐらいなんですけど、これでもしやめてしまったら非常にかわいそうですし、であとはそのタケル君自体、体重を、落としている形になってますし、でもう一個やると前日体重も62キロよりも超えちゃいけないとかですね、もうかなり厳しい形だったんですね。 UFC とかだったりとかすると10キロ体重を落として前日に、そこから7キロとかそれぐらい戻すとか10キロぐらい戻すかっていうのはザラなんですね。なので、その前日と当日を入れるのはあまりにもやりすぎてるということも非常に、体重が重たい人に対してかなりひどいというか、かなりそのなんていうんですかね、もう58キロにしてること時点ですごい譲ってるところを、さらにその当日計量も入れてしまったという、かなり天心君にも負けさせたくないというですね、もう大人サイドの思いが相当こう強かったっていう感じます、実際しますね。で、試合内容で言えば本当に雅人選手のおっしゃってた通りだったという感じなので、ね、もう本当にすごいな雅人選手はと思いましたね。もう本当に、彼は言ってたのがやっぱり1ラウンドが重要だと。で、天心君のこの左ジャブと書いてるんですけど、サウスポーなんで本当に 右ジャブなんで、そこはちょっと言い方間違ってるんですけど、右ジャブが当たったことによってですね、全部良くない組み立てになってたなっていうのがあります。で、タケル君は夏川天心君とやるんだったらもう5ラウンドでもう本当に判定とかなく、もうバチバチにやりたいんだみたいなことを言ってたんですけど、5ラウンドに出たらね、もしかしたらタケル君が勝ってた可能性もなきにしもあらずっていうところも若干感じます。で、そうなんですよ、5ラウンドやるとね、スピードに慣れてきますので、非常にいい感じになるんですよ。ですから、同じ階級の人以外はね、やっちゃダメです。
なんていうんですかね、お互いのベスト体重でやって普通に前日計量して普通にやってたら、まあ負けたわと、これで諦めつくぜって思うじゃないですか。だけどあれは良くないなと、まあ、個人的には思いました。でですね、アメーバタイムスですかね、こちらのまあやつなんですけど、まあ非常にこちらの記事がいいなと思ったので、タケル敗北、マサトが試合中指摘を続けた懸念が現実に、互いにらしさをぶつけ合った至極の9分間。9月19日東京ドームで開催されたザ・マッチ2022のメインイベント、ライズ世界フェザー級王者那須川天心ターゲット、サイゲームと K1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者タケル、 K1 ジム相模、オノクラストクレストかの一戦は5対0と大差の判定で決着と、那須川天心がおよそ7年にわたる因縁の対決に終止符を打ったというんですね。試合前から各方面で対戦予想が白熱したこのカード、勝敗を分けた場面をゲスト解説を務めた K1 レジェンドであるマスのコメントから振り返る。鍵となったのは那須川が今回のタケル対策として対応した左ジャブじゃなくて 右だったと思うんですよね、が一貫して右の一発にこだわりすぎたタケルの戦術のギャップだと、対戦開始とともに、再三にわたってますとは天心のジャブがいい、タケルは手が出ないですねと那須川のジャブを称賛。その一方でタケルの右が強引で大きいのが入りすぎている、いきなり大きいパンチを打っちゃダメと、右で一発を狙い続けるタケルに、警鐘を鳴らし続けた。最も印象的なシーンが1ラウンド終了間際の左カウンターによるダウンシーン。ここでも、タケルと大きなモーションのフックに対してコンパクトな那須川天心が左を先に、左が先に到達、クロスでフラッシュ気味だがダウンを取ることに成功した那須川はポイントでも大きくリード、試合を優位に進めることとなったと。2ラウンドは序盤にもマストは再び良くないな、右にこだわるタケルに一言、左から出していかないといきなり右を出していくと天心にカウンターを取られるの言葉通り、積極的にプレッシャーをかけるタケルだがパンチが空切る場面が目立つばかりではなく、出会い頭に左右に伸びる那須川のジャブを次々と被弾。これまでタケルの試合では見られなかった空振りの多さについてマストはその後も何の攻撃もなくいきなり右を当てようとするから大きくなっちゃうんですよねと同様に指摘を続けた。結果的に大差の判定を負けとなった試合だが、タケルにも可能性が残されていた。2ラウンドバッティングとラウンド中の投げに対する警告があったにもかかわらず、ジャッジ4人が10対10のドロー、さらに1人が10対0とタケル優位としたこと、そして3ラウンド中盤那須川がやや失速しタケルが前に出て攻勢をかけた場面、しかしこの局面も那須川は持ち前のスピードと小さなジャブをで乗り切ったと。タケルのわずかな希望、自らのリスクを徹底的に摘み取ってみせた。これにはマストも、天心はしっかりパンチを見ながらブロッキングをしている、ピンポイントで針の穴を通すようにタケルの大きなパンチを見て天心が小さなパンチを打っていると称賛。試合が決した後、最後はタケルも笑顔で前に出続けましたねという矢野武史アナウンサーの呼びかけに、中村拓也 K1 プロデューサーはちょっと僕は言葉が出ませんと声を詰まらせつつ間を置き、
僕はタケル選手の試合が見れたと思いますと一言。これは気丈な振る舞いではなく本音から漏れたような言葉のように感じられました。一方マスターは天心がうまかった。タケルのパンチをことごとく空を切らせた。タケルのいい場面を作らせなかったと総括したが、その言葉通りスピードと精度の那須川が豪快に殴り倒すタケルを上回った。共にらしさを貫いた3ラウンド9分の初熱戦はこうして那須川天心の、勝利で幕を閉じたというですね。いうですね、アメーバタイムズですね、こちらの記事なんですけども、でも正人選手は本当にね、ものすごい分析力があってすげえなと思います。で、試合後のインタビューを、見たんですけれども、那須川天心君はね、本当に、すごい想像力とか、イマジネートというか、やっぱりこう、例えばたける君が、笑って打たせた後にどんなパンチを打ってくるかとか、そういうのももう、全部 VTR とか過去の試合で見せたので焦ることはなかったと言ってました。で、あとは動画にも残して、負けたら死ぬというような遺書的なものも残していた、とかですね、どこまで本当かどうかは分かりませんけども、本当に負けたら死んでたのかどうかも分かりませんけれども、で、やっぱこうライズと K1 の戦いを見た時に、ライズのチームはですね、前々日ぐらいとかに合同合宿をしてるんですね。確か3日前とかそれぐらいだったと思うんですけど、その時にですね、多分ね、個々の選手ではね、K1 の方がね、強かったのかもしれないんですけど、かなり分析を、していたように感じました。なので、その分析された分、負けてしまったのかなという印象が非常に強かったですね。だから、これはね、那須川天心君というよりもね、チームのね、差だった気がするんですね。例えば、なんていうんですかね、那須川天心君がボクシングのメイフェザーとやったときに、コテンパンにやられたりとかですね、体重の差もあったりとかですね、で、ボクシングをやったことないやつにボクシングさせたりとかですね、めちゃくちゃなことをですね、榊原さんがね、やらせたわけですよ。でも、やらせたことによってですね、非常にその那須川天心という一人の、そのファイター、キックボクサーに対して、ものすごい、もうおせっかいなまでの愛を感じたんですね。つまり、那須川天心という一つのブランドを負けさせないために、ものすごい反復練習と、ものすごい、なんていうんですかね、分析をチームがやってた。で、タケル君に関しては、K1 のエースだったので、試合前の会見の時に、無ですと。なので、ここまでやったので、天心君がやったことに対して対応したら勝てるというふうな形のことを確か言ってたと思うんですね。だけれども、試合で、その時に、僕はもういろんなパターンが出てるんだっていうことを、試合前に天心君は言ってたと。で、試合が勝った後になぜ勝てたのかというところを言うと、タケル君のパターンをもう何パターンか持ってて想定内だったと。で、体のサイズで言えば、天心君のよりもタケル君の方が大きかったんだけど、その想像してた範囲内の中にいたと。だから大きいんだけど、小さく見えた。つまり、その自分の練習してた、自分の想像してた、シャドウよりも、その小さく見えるぐらい、
チームが分析をしてたんですね。その分析の中に、だから武尊君とかが最後に笑って打ち合いとかになったとしても、こういうパンチが出てくるとかも全部想像してたので、想定内の中であったということを会見後、まあ、勝利した後に喋ってたと。でそれに対して武尊君に関しては、ここまでやったらもう武尊だったら大丈夫であろうというような空気感、つまり兜の王をどっちが占めてたかというと、天心君サイドの方が王を占めてたんですね、兜のね。それがものすごくその、まあ、残酷なまでに出たと。でまあその、まあ、小生はまあ浩二君とその天心君の時にですね、全く浩二君に試合をさせなかったみたいなところがあって、まあ浩二君と武尊君を同じ企画で見てはいけないんですけれども、まあそのなんていうんですかね、キックのルールの中でその勝たせないように、つまりその殺し合いではないですね、喧嘩ではないんですよ。あくまで K1 だったりとか、もしくはライズだったりとか、そういったルールの中でやり合うので、つまりそのなんか井岡選手となんか日本人のチャレンジャーの人が戦った時に、才能で言えば井岡選手よりもチャレンジャーの方があったと思うんですね。ただボクシングを始めるのが非常に遅くて、そのボクシングというルールでは多分100回やってもほとんど勝てないだろうと。つまり 手足も長くてパンチ力もあって、持ってるギフトは対戦相手の方が強かったんですけれども、井岡君に勝てないというふうな形で、つまりそのまあでもまあ無理だろうな。だから武尊君が試合をしたがったご、つまりそのもうボクシングに転向する天心君としたがったことによって、自分にすごく優位じゃない条件を全部飲み込んでしまったっていうのが敗因っていうのももちろんあったんですけれども、タケルがここまでやったら勝てるだろうっていう、タケル君の後ろにいるチーム、つまり相当ストイックにやったと思うんですよ。なのでここまでやったらもう何もすることないだろうっていう形でやったと思うんですけども、ただその分析能力とかチームとしての質が天心君の方が、天心君のチームの方が上にあったっていう感じですかね。でそれに従ったのみだと天心君もおっしゃってたので、なのでまあ、天心君とかはもうこうジャブは捨てろっていうふうなことを言ってたのを、その武尊君のチームの方のやつをヒアリングしてたので、ポーンって当てるようなジャブに しようと思ったんだけど、かなり強くガーッと当てたらしいんですね。なのでそれでやっぱりこう1ラウンドの時から鼻がもう真っ赤になってましたから、なのでね、だけどやっぱり5ラウンドやるとそのスピードとか、もしくはその武尊君の技術の、トリックのネタというんですかね、それが分かったりとかするともしかするともしかするぜっていうところなんですよね。だからまあでもね、やっぱり体重が違う階級の人がこの合わせるっていうのはやっぱり良くないですよ。やっぱり55キロの人は60キロの人とやっちゃダメですね。やるんだったらやっぱり同じ階級の人、例えば僕は武井さんって言って K1 からボクシングに転向された方いらっしゃるんですけど、その人と天心君の試合見たかったですね。
それだったらもう誰がどう見ても最高のあのなんていうんですかね、試合だったと思いますね。なんかそのだからもうすごい努力してきたのも両方ともが分かるんですけれども、ただやっぱこう見てるサイド側からしてももう少しそのタケル君がしたかった方向でさせてあげてもよかったんじゃないですか。体重を58キロにしたりとか、当日の計量もさせるんだったら5ラウンドで完全決着でさせてあげてもよかったんじゃないですかとかですね。なんか本当になんかね、 K1 側のサイドの方がっていうか、まあ、タケル君がもうどんな条件でもいいですよみたいな形で、でタケル君もそういう条件で勝ち続けて、そういう条件というかどんな逆行でもあの勝ち続けてきたから、じゃあタケルが言うんだったらそれでいいよみたいな形でやっちゃったっていうのが、なんかね本当にこう見てる側からするとしてもやっぱりなんかあんまり気持ちよくないんですよ。60キロぐらいとかで、例えば58キロでも当日計量なくしてあげる、あげて、じゃあ3ラウンドでやりましょうっていうんだったら、あ、ちょっと、まあ、まだいいんじゃないですかとか思いますし、で58キロと当日計量があるんだったら、武田君が言ってた5ラウンド全部やらせてあげてもよかったんじゃないですかとかですね。なんかね、こうね、世紀の決戦のもあるんですけど、やっぱりなんかの天心くんのトレーナーが親父っていうね、自分の息子をいかに高い可能性で勝たせたいかっていうような、ものすごくこのチームの強さとかで、もしくはその息子を負けさせたくないぜっていうようなちょっと、愛情とかですね、そういったものをすごく感じたなっていうのが、まあ、まあそんな感じですね。なので、まあ、正直あの素人がですね、あの K1 とかね、あの格闘技を語ること自体がね、あまり意味がないのですけれども、ただまあ、ちょっとね、まあ、引退しないでほしいなと。タケル君にはできたら35歳ぐらいまで、まあ、スポーツ科学的に強くなると、まあ、ゴロフキンっていう40超えてもですね、村田選手に勝つような方もいらっしゃるので、なんていうんですかね、5年ぐらい続けて、でタケル君が35歳で天心君が28歳とか30手前ぐらいで、なんか5年後にまたやったっていいんじゃないですか。33歳とかでもいいんでしょうけど、なんかね、ね、でもな、今回の条件だったら絶対だから、もう やらない方がいいんですよ本当に。良くないですね。なんかね、ただライズと K1 とかがこうやったりとかして、やっぱそういうのはね、年に1回とか、そのそれぞれの団体のえりすぐりのやつらが2年に1回なのか4年に1回なのか、まあ、オリンピックみたいなのかどうなのか分からないですけど、そういうのはね、やってもいいんじゃないのかなと思いました。ということでですね、まあ、素人が格闘技を勝たんじゃねえと言われたら Yes, I do とそのままそう思います。でも本当に素晴らしい試合でした。天心選手も武尊選手もお疲れ様でした。本当に感動させていただきました。で、あとは榊原会長というかですね、まあ最高責任者なんでしょうけど、でこれを見てね、タケル君と天心君が一番ギャランティーをもらってる選手では、でも一番儲かってるのは榊原会長なんですね。そうなんですよ。でメイフェザーのギャランティーを払えて次のまた新しいゲームができるんでしょうけど、ロシアとプーチンの後ろにも武器を売って儲かる人がいるんですよ。ですからその今回のその K1 とライズの後ろにの誰が一番儲かってるんですかっていうのも冷静に分析すると、世界情勢のこともわかるんですね。ですからまあそういうふうに若い人たちはね、天心くんとか
タケル選手だけ見てください。ですけれどももう少しおじさんね、おじさんになってくると、あのそういう舞台を作ってる人もいて、でそれでもっと儲かる人がいて、で次の朝倉未来君と、メイフェザーの試合も組めたりとかですね、そういうふうなあのこともあるということをあの忘れないでおいてください。でそれが分かると、あの政治の世界でも安倍晋三さんっていうのはただの代理人なんだと、じゃあ安倍晋三君をコントロールしてる人は誰なんだと、でそこをこうちゃんとこうやっていくっていうのも実は非常に大切なことなんですよと、一言二言、ちょっとおじさんがですね、まあお伝えしたいなと思いました。それでは視聴者君お疲れ、ではチャンネル登録もしぐよろということで。